米女子ツアーの CPKC 女子オープンは27日カナダのアールグレイ GC6709 ヤードパー72で第3ラウンドが行われ西郷真央が1イーグル9バーディノーボギーで日米ツアー通じて自己ベストの61を叩き出し通算8アンダー3位タイに急浮上した46位タイからスタートした西郷は4番までに2つのバーディを奪うと 中盤からかい進撃を見せる8番、9番で連続バーディをダッシュすると、10番パー4ではセカンドショットを直接カップにねじ込む圧巻のイーグルを披露。さらに11番、12番を連続バーディとし、14番、15番、17番でもスコアを伸ばしてリーダーボードを駆け上がった。今日は18ホールを通してすごく良いショットを打ち続けられましたし、 パッティングも決めきりたい距離をしっかり決めきれていたので本当に良い一日だったと思います。今までで一番間違いなくナンバーワンのプレーだったと思います。単独首位のユヘラン、カンとは5打差あるがこの勢いをキープできれば大逆転のチャンスは十分にありそう。待望の米ツアー初優勝を目指す最終日に向けてはいつもとやることは変わらず。 しっかり自分をリセットして明日また良いプレーができるように自分らしく一打一打に集中して全力で頑張りたいと力強くを意気込みを語った。